お釈迦様はなぜカンダタに我欲を捨て施しの気持ちを持つように教えてあがなかったのですが、お釈迦様こそ無慈悲に思えるのですが、代表なら助かりたいカンダタにどう教えてあげますか。まず蜘蛛の糸の話で出てくるカンダタという人間ですね、地獄の住人、これが自分のみが地獄から天界に救われたいと考えて、他の地獄の同僚これに慈悲の心を持たなかったので、また地獄に落ちてしまったという話、これ有名な話として、よく聞かれていると思います。でこのカンダタが一旦救われかかったのはなぜかというと、それは彼が過去に蜘蛛の命を助けたという蜘蛛に対する慈悲があったということですね。その善行を見て取ったお釈迦様が、天界から、まあ、浄土からですね、そのカンダタを哀れに思い、そのカンダタの功徳に応じて蜘蛛の糸これを垂らしたと。蜘蛛の命を助けたカンダタに蜘蛛による救済を施した。ただそれはカンダタの蜘蛛に対する慈悲善行の表れだというのが仏教の解釈です。それに対してカンダタは慈悲を維持することができればその蜘蛛の糸を太くできたわけですが、残念ながら自分が救われることばかりを考えて蜘蛛の糸をよじ登る中で、他の同僚の地獄の住人も救われたかったわけですね。カンダタの後を追って蜘蛛の糸に群がるときに、これでは自分の上で糸が切れてしまうと考えて、お前ら来るなというふうに言ったわけですね。その怒り、自己中心的な怒り、これが蜘蛛を救ったカンダタの善行を打ち消してしまって相殺してしまって、糸が切れてしまったという考えで、まあ、このお話のポイントは善行が幸運を幸福を、悪行が不幸を招くという仏教のお話で、全て垂れ下がってきた蜘蛛の糸も、そして蜘蛛の糸が切れたことも、カンダタの善行と悪行、これを投影したものだというお話です。まあなおお釈迦様がなぜカンダタに我欲を捨て施しの気持ちを持つように教えてあげなかったのかということですが、仏教の世界では仏というのは釈迦牟尼だけじゃなくいろんな世界で現れているが、なかなかその仏の教えを受け入れる人は、受け入れる生き物はいないとされています。多くの生き物の中で人間という知的生命体に生まれ、そしてなおかつ仏法が説かれているところに生まれ、そして仏法を聞いてそれに心が共鳴し、ああやっぱり一人よがり自分勝手では不幸になるなと気づいて、我欲を慎み慈悲の実践をする、そうしようと思う、そういうことは極めて稀なんだと説くんですね。よって経典には幾度となく自分の推しが受け入れられなかった仏という考え方であります。つまり仏は幾度となく何度となく法を説いたが、衆生はそれを受け入れなかったと、そういうふうに説かれています、まあ、そういう世界観ですね。実際我々にもいろいろ我欲があり、それを繰り返し人類もいろいろな問題を起こしているわけですが、それはたびたび戒められてはいるが、しかしどのぐらい、我々がそれを受け入れて、正しい生き方をしているかということを考えると、人が変わっていくためには相当時間かかるもんだと。そして具体的にいろんな失敗の経験、これで体で覚えていくことになるという考え方があると思います。仏教では幾度となく悪行によって苦しみの世界に輪廻して、カンダタのこういった悲惨な結末を経験して、徐々に悪行じゃ幸福になれない、善行慈悲じゃないと幸福になれないと、その魂が、仏教では魂と言われる心の連続体などと言いますか、心が
理解していくということですね。まあなかなか1回や2回では法則これを受け入れない、我々ということですが、つまり非常にしつこい煩悩を持っているという我々ですが、まあ、なぜ、こういう世界になっているのかと、なぜ人類は例えば一定の倫理観これが解かれているのにみんなそれに従わないのかということになると、人類の本性がなぜこのようにわがままで煩悩が多くそれがかつしつこいかって話になりますが、まあ、そういうことを考え始めると神がなぜ人間をこのように作ったかって話になってきますし、神様などおらず宇宙が勝手に作ったのかもしれないって話になって埒が明けません。まあその代わりに、ブッダは辛抱強く法を説く、それを今後の心得として実践する、まあ、それがブッダないしは菩薩道と言われるものだと思います。